バイブレーションっていうとやっぱり2インチハーフオンスサイズっていうのが一般的なんですね。でハーフオンスっていうのはやっぱり使い勝手はいいと思うんですが、もうかなり多くの人がバイブレーションっていうとそれを選ぶ。でバスプロたちはやっぱりキッカーフィッシュってサイズが大きいやつも釣らなきゃいけないけれども、同時にもうバイブレーション慣れしてるバスも誘っていかなきゃいけない時が多々あります。そんな時に他のルアーに変えるのも一つの方法なんだけれども、もう一つ有効な方法が同じバイブレーションでもサイズを上げていくんですね。でこれで確実にボトムまで送り込んでいって、そこからしゃくり上げたりとか、もうそれまでと違う、要するにこのルアーも重くなる分だけハーフオンスレベルよりももうゾーンがほんのわずか下がりやすいんですね。でそこからゾーンを合わせるために逆にこっちのルアーだとスピードを上げることができる。それと固めのロッドで一気にしゃくり上げたりすることによってリアクションバイトを誘いやすくなるんですね。4分の3オンスっていうのはトーナメントだとよく使われるサイズの一つなんです。自信を持って使ってほしいルアーですね、これは。